今朝は取締役会があって無事、終わりました。この動画は2年前の2021年3月18日に撮影された動画です。編集して YouTube にアップロードして、2年後に公開されるようにしています。今月末ぐらいから、今月ぐらい末ぐらいに、もしくは来月頭ぐらいに、VR ヘッドセット、オキラスクエスト2を、社員に全員に配るということをやります。で、今日これからは、その、発表のためにイベントをするんですけど、その発表イベントも VR 上でやろうかなと思って、その打ち合わせおよびテストをやるところです。前にもこの、ビデオで話したんですけど、VR ヘッドセットというとゲームのイメージが強くて、なかなか仕事で使うというようなイメージがないとは思うんですが、本当はいろいろオフィス系のアプリだとか仕事で使えるツールって徐々に出始めているんですよね。で、仕事で使えるツールとして全然問題ないなと思うので、今回みんなに配って使ってもらおう、体験してもらおう。体験がないと今後同じ目線で VR に対して同じような目線で話すことは難しくなるので、体験してもらおうと思ってます。まあ本当に VR が世の中を変えるかどうかは別として、道具の一つとして、追加されるのは、もう確定路線かなとは思っているので、いつのタイミングかはまだ分かんないですけど、僕の予測だと2023年に Apple が出すので、VR ヘッドセット出すらしいので、本当このビデオが公開されるぐらいのタイミングとかでは、多少、VR ヘッドセットが一般化しているかなと思います。ただ、仕事道具として一般化しているかどうかはその時点ではちょっと分かんないなって感じですね。今月の末、もしくは来月の頭ぐらいにそういうことをやろうとしています。きっと新しいアイデアの身がなるんではないのかなと思っています。安くなるやつ。歴戦の田中選手がみんな。コンピューターのばかりかな。多いですね。弁償場店の弁償場って一緒ですかね。ああ。これどうやるのが正しいんでしょうね。どこまで行くかですよね。好みですよ。隠れたわ、マヨネーズが。これは一緒に混ぜちゃいかんじゃね、多分。それ混ぜたら大変なことになるじゃん。よし、これで出来上がりということで。ありがとうございます。ソース何種類かありますからね。3種類ある。
3周年約1個ちょっと